皆さんこんにちは。 Do It Yourself Ideas へようこそ。このビデオでは皆さんにルームバンドを使ったキーホルダーの作り方をご紹介します。こちらはとても簡単に作っています。皆さんの好きな色で作ることができますが、今回は虹色、ピンクと紫、また蛍光色のゴムを使ったキーホルダーを作りました。今回はこちらの虹色のバリエーションをご紹介します。全部で13列で作ります。それぞれの色6色を2列ずつ使っています。最後は黒1列です。ゴムは全部で91本必要となります。もう少し長いものを作りたい方はゴムの数を増やしてください。13列で作るとちょうど手のひらに握れる大きさになります。それぞれの列にはゴムが7本必要となります。内側にもゴムが入っています。それがそれぞれの列をつなげる役割を果たしています。それでは始めましょう。今回はこちらの小さなルームボードを使います。皆さんがお持ちの大きなものでも作ることができます。ただこちらは小さいので今回のキーホルダーに適しています。それでは始めます。まずはそれぞれ向かい合っている3本のピンにゴムを交差させてかけます。次は紫です。それぞれ2本ずつ同時にかけていきます。向かい合わせのピン3箇所にゴムを2本ずつかけます。それではかぎ針を使って一番下の最初に交差させたゴムを持ち上げて中にかけます。全体はこのようになります。横から見るとこのようになっています。それぞれ3本のピン、真ん中にゴムが1本かかっています。それでは次に色を変えてゴム1本をピン3本に片方にこのようにかけます。外側は紫の下に青が来るように、内側には紫の上にゴム、青のゴムが来るようにします。それでは次にゴム2本を手に取って向かい合わせのピン2本にこのようにかけます。全部で3箇所です。それでは一番下の青のゴム1本を持ち上げます。その次に紫2本をかぎ針を使って持ち上げて真ん中にかけます。向かい側も同じです。少しゴムを下にずらしてください。それでは3色目です。緑のゴム1本を最初の青1本ゴムをかけた時と同じようにかけます。次は緑のゴム2本をそれぞれ向かい合わせのピン2本にかけます。全部で3箇所です。緑1本を上に持ち上げます。次は青2本を持ち上げて中にかけます。両側です。ゴムを下にずらします。それでは黄色のゴムです。黄色のゴム1本を今までと同じようにかけて、次に黄色のゴム2本をそれぞれ向かい合わせのピン2本にかけます。黄色の後はオレンジです。かけ方、かぎ針の使い方もすべて同じです。今一番下の黄色を持ち上げました。次は赤です。まずは赤1本を今までと同じようにかけて、次に赤のゴム2本をかけていきます。赤のゴム1本を持ち上げます。次は下のオレンジ2本を持ち上げていきます。両側持ち上げてください。ゴムを下にずらします。
次は紫から始めます。最初の色です。まずは紫のゴム1本を今までと同じようにかけます。ゴムのかけ方は全て一緒です。それでは少し飛ばして仕上げを皆さんにお見せします。まずは赤のゴム1本を持ち上げて、下のオレンジのゴム2本をそれぞれ上に持ち上げます。この後が黒です。今回は黒のゴム1本はかけません。いきなり黒のゴム2本ずつを向かい合わせのピンに3箇所かけてください。次に黒の下の赤のゴム2本を持ち上げます。赤は両側持ち上げます。これで黒だけがピンにかかっています。次にこの黒のゴム2本を外側から内側にかけてください。それぞれ隣のピンから真ん中のピンにかけます。これで黒のゴム6本が真ん中のピンにそれぞれかかっています。それでは最後の黒のゴム1本を真ん中のピンの一番上にかけます。次に今かけた1本の黒のゴムの下6本黒のゴム全てを持ち上げて中にかけます。これで黒のゴム1本だけがピンにかかっています。片方の黒のゴムを取って向かい側のピンにかけます。そしてその下の黒のゴム1本をかぎ針にかけて結んでください。かぎ針にかかっているゴムを引っ張ってキーホルダーの完成です。完成するとこのようになります。それでは鍵につけてみたいと思います。鍵の穴にこちらの黒のゴム1本を通してこのように結びます。軽く引っ張って完成です。いかがでしたでしょうか。右側2本は別の色で作ったものです。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想などもお待ちしております。ぜひ下のコメント欄へお書きください。他のルームバンドを使ったビデオもぜひご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。